こうして僕は脊髄損傷になってしまった。だけど脊髄損傷って一体何だろう。これを機に勉強してみるか。こんにちは、いっこです。今回は整形外科編をやっていきます。皆さんも脊髄損傷と聞いたらちょっとビビりますよね。僕は初めて自分で担当するとき、素直に怖いなという気持ちが強かったです。ですがそれほど重要で注意点も多い疾患であることを今回の動画でお届けできたらいいなと思ってます。この動画でお伝えしたい内容は、解剖整理、脊髄損傷とは、その合併症、看護の3つとなります。すでに学習済みの方も復習として見ていただければ嬉しいです。それでは早速いきましょう。ではまず解剖整理からです。脊柱、椎骨、脊椎、これらの違いを最初に理解する必要があります。はじめに脊柱と椎骨について整理しましょう。脊柱、これは背骨のことですね。背骨の主な役割は体の支持、体幹の運動、脊髄の保護を行っています。椎骨とは一つ一つのブロックのことを表します。この椎骨が積み重なってできている背骨全体が脊柱となるわけです。そして椎骨は頸椎7個、胸椎12個、腰椎5個、仙椎5個、尾骨3個から5個に分類されています。この数については看護師の国家試験にもよく出てくる内容なので、医療者の皆さんはたくさん勉強したのではないかと思います。補足として各椎骨の間にあるのが椎間板となります。この椎間板が飛び出してしまうと神経を圧迫してしまいます。これが皆さんも聞き覚えのある椎間板ヘルニアとなっているわけです。はい。そして脊椎はこの脊柱、椎骨を区別する必要がないとき、総称して脊椎と言います。ここから脊髄の登場です。脊髄は各椎骨にある椎孔という穴を通って存在します。脊髄とは分かりやすく言うと2つの役割があります。1つは脳から他の部位に指令を伝える役割。手足を動かすとき、僕らの意思を脳が各部位に伝達して運動を起こしてくれますよね。もう一つは反射の中枢です。反射とは刺激によって引き起こされる不随意の筋収縮のことです。分かりやすい例で言うと、室外犬反射は叩かれた後脳が足を動かせと言って命令を送っているのではなくて、この反射の中枢によって足が跳ね上がります。つまり反射の中枢とは脳の指令がなくても起こる運動のことです。神経に異常を生じるとこの反射の中枢も起こらなくなってしまうので、神経異常がないかを確認するために行う一つの方法になってます。次に脊髄損傷について説明します。脊髄損傷とは、先ほど説明した脊髄が損傷することで、損傷した行為や部位によって運動麻痺や感覚障害などを引き起こす病態のことです。原因として交通事故、高いところからの転落、高エネルギー外傷などがあります。症状は重度の脊髄損傷の場合、受傷直後に一時的な脊髄機能不全、ショックのことですね、これを起こしたり、その他では運動麻痺や感覚障害などが起こるものとなってきます。この脊髄損傷で大切なことは、完全脊髄損傷か不完全脊髄損傷か、どちらに分類されるかということです。文字通り完全脊髄損傷は運動機能や感覚が完全に失われるものです。不完全脊髄損傷とは運動機能や感覚が完全には失われていないものとなります。
どちらかによって行う治療や予後予測などが大きく変わってきますので、患者さんがどちらに分類されているかを確認する必要が必ずあります。次に随伴症状と合併症です。急性期を出した患者さんであれば他の診療科の方でも十分に関わる可能性は出てくるので、ここはかなり重要な点だと思います。なんとなく脊髄損傷だから損傷した場所の下が機能しないんでしょのイメージではなく、なぜこれらの合併症が起こってしまうかについてしっかりと説明していきますので、ついていってください。重要な合併症は5つです。褥瘡、排尿障害、呼吸器障害、循環器障害、消化器障害、これら5つとなります。中でも膀胱直腸障害と褥瘡は特に頻度が高いため注意が必要です。来週はこれら5つの合併症をしっかりと解説していきますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思ってくれた方は、いいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。あとこんな内容もやってほしいなどのご希望もあれば、どしどしコメント欄への記載もよろしくお願いします。ではまた。